りちゃんおもちです。今回は好評の購入品紹介をしていきたいと思います。じゃん。今回は少なめです。まあね、他にもいっぱいあるんだけど、まあ、ハイブランドに絞ってね、ご紹介しようと思っております。ほんとここ1週間くらいの購入品を紹介していきます。まだ本当に開けてないので、まあ、開けながらご紹介しながら、最後にね、豊かな人の当たり前、お金持ちの人の当たり前について話もしていくので、よかったら最後まで動画楽しんでってください。それでは購入品紹介スタート。今回はシャネルがね、3つあるので、シャネルから紹介していこうと思います。で、まずこちら、じゃん。これはね、ちょっともう開けちゃってるんだけど、皆さんにね、可愛いので紹介したいと思います。何を買ったかと言いますと、じゃん、ピアスを2つ購入しました。っていうのも、本当に今シャネルのピアス全然なくって、まあ、表参道だったりとか銀座とかに行くたびにシャネルによって見せてもらったりとかしたんだけど、本当に全然ないんですよ。もう物がない。で、私1年前ぐらいに初めてシャネルのピアスをね、旦那さんに買ってもらったんだけど、その時はたくさんあったんですよね。多分20個とかあったんだけど、今は本当に5個とかしかなくって、しかもそれも結構そのコレクションもののかなり派手なやつばっかり残るみたいな状況だったんですよ。今回は本当に運よく引き寄せました。でもね、これはそろそろ、次の夏のね、第2弾のコレクションが7月末に発売するよっていう風に教えてもらっていて、その時にね、結構今回もシャネルの方に通って出会えたものになります。じゃあ紹介していきます。めっちゃ可愛い。本当にこんなに使いやすいピアスが残っているというか、売っていることが奇跡なので、1個目がじゃーん、めっちゃ可愛い CC マークのシンプルなタイプになります。これはもう見た瞬間絶対買うと思ったし、こういうのが欲しいと思ってる人は見つけたらもう絶対に買ってください。もう速攻なくなります。もう運命ですからね、出会えたら。私はもう本当に10回行ってやっと出会えたぐらいのレベルなので、そう悩んだらなくなります。もう一つが、これもね、めっちゃ可愛いの、店員さんにすごいね似合うと思いまして、めちゃめちゃ押していただいた。じゃーん、可愛い。ここがね、ピンクの石になっていて、ここに CC マークがついてて、ちょっと見えるかな、キラキラしているんです。可愛い。これも今期のコレクションものですね。ちょっとね、誰かをイメージしてるらしくって、ちょっと誰なのか忘れちゃったんだけど、多分歴史上の人物かな。めちゃくちゃ可愛い。本当にシャネルのピアスはね、なかなか出会えないので、もう本当に見つけたら即購入することを全力でおすすめします。で、しかもね、私も知らなかったんだけど、今、シャネルのアクセサリーが1ヶ月に2個までしか買えないらしくって、私はもう2個買ってしまったので、なんとあと1ヶ月買えません。ガーン。今回のコレクションめちゃめちゃ可愛いのいっぱいあったから、まあ出会えたらね、買おうと思ってたんだけど、もうね2個買ってしまったので、私はもうおそらく今回のコレクションを買えないです。まあでもそれぐらいかなり人気で、数も少なくなっているので、出会えたらね買うことをおすすめいたします。何回言うねんっていうね。じゃあ次、これもチャンネルです。何を買ったか、じゃん。これももう私はずっと探し求めてやっと出会いました。まだ開けてないので開けていきたいと思います。でこのさ、ポンがさ、かわいいよね。かわいい。シュッシュル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 。これはもうずっといいものを探していて、もう諦めなくてよかったなって思いますね。何を買ったかと言いますと、じゃーん、お財布を、かわいい、買いました。私お財布がね、全然いいものに出会えなくて、ずっと探し求めてたんだけど、やっと出会いました。シャネルのこれはピンクです。かわいい。もうね、私はここがね、このマトラッセっていうこのダイヤの模様と、あとキャビアスキンっていうんだけど、このちょっとプツプツしてるの、これで探していたので、めちゃくちゃもう出会えてラッキーって感じです。かわいい。こんな感じで三つ折りのタイプのものを購入いたしました。これは多分速攻売り切れるんじゃないかなと思います。で、本当にお財布はガチで1年ぐらい探してて、本当は第一希望はエルメスだったんですよ。20回ぐらいお店に行ったんだけど、本当に出会えなくて、で、シャネルも視野に入れ始めたんだけど、もうピアスと一緒で全然物もなくって、これも本当にシャネルも10回は行ってないけど、多分6回7回ぐらい店舗に行ってやっと出会えました。かわいい。これはね、そう、ここがコインケースなんだけど、ちょっとこれ平らなタイプなので、まあね、小銭って使わないっていうか、そもそも私カードしかほぼ使わないんだけど、カード派なので、コインケースはね、また別に購入したいなと思っております。もう本当にこのピアスと、こ
このお財布に関しては運命です、出会いだったので、もう即決しました。もう本当やっと買えた。私はね、お財布ってお金が入ってくる入り口でもあるので、気に入らないものとか使うの良くないって聞いて、お父さんに買ってもらったそのミニ財布というか、そのちっちゃいバッグ用の財布をね使ってて、1年とか1年半ぐらいからやっと買いました、ありがとうございますっていう感じでね、これはお財布使い始めるいい日みたいなのがあるのかな、そこで使い始めようと思うので、またね撮っておこうと思います。で最後、じゃん、私が大好きなロジェ・ディピエシューズブランドですね、ご紹介していきます。個人的には、まあ、ハイブランドの靴、例えば私もディオールとか持っているんだけど、歩きやすさっていうともうロジェビビエがダントツなので、普段履く靴は私はロジェビビエがすごくめちゃくちゃ愛用してます。ロジェビビエは3足目ですね。ロジェビビエはね、店舗もそんなに多くなくて、確か大阪と東京だと新宿伊勢丹にしか入ってなかった気がする。私は新宿伊勢丹ですよって言います。で何を買ったかというと、これも本当に今更のものを買いました今更なんだけど、じゃん、サンダルを買いました。もうこれは本当にザ普段使い用ですね。めっちゃ使いやすいんですよ。じゃーん、このねバックルがザ・ロジェ・ビビエって感じだよね。めちゃくちゃ歩きやすかった。がっつりこれは普段使い用に履こうと思います。ハイブランドの靴も可愛いんだけど、私はやっぱね足が痛くなる。うん、ロジェ・ビビエは圧倒的に履きやすくって、あとはあんまり人と被らないというか、でもセレブの人とか本当に富裕層の方はめちゃくちゃ履いてて、知ってると一歩差がつくブランドなので、よかったらねチェックしてみてください。サンダルなんてもうほぼ売り切れてて、もうどっちかっていうとブーツの時期なんだよね。だから出会えたのは奇跡的。茶色を買いました。私茶色あんま持ってなくて、茶色ってどっちかっていうとカジュアルなイメージがあるかな、どうなのかなと思ってたんだけど、そのね、お姉さんと話をした時に白に合わせたら絶対可愛いですよって言われて、確かにって思って、お姉さん天才やと思って白にね合わせたいなと思って買いました。私はねロジェ・ビビエのお姉さんすごい人柄もよくって、話しててすごく楽しいので結構大好きなんだけど、ありがとうございます、お姉さんおすすめいただいて。でそろそろねブーツも出てきてて、ブーツとかもちょっとチェックさせていただいたので、またねブーツとかも購入したいなと思うんですけど、これはまだまだちょっと暑い日もねあと2ヶ月ぐらい続くので使いたいなと思っております。サンダルを購入しました。今更だけどね、基本的にハイブランドが通信ズーぐらい先を行くので、今だったらもう冬ですね、冬もう終わってるぐらいの感じ、冬物とかを皆さん購入してるタイミングだったりとかするので、残っててよかったなと思います。はい、っていう感じで今回の購入品になりますね。あとはちょっとここにはないんだけど、ちょっと最近部屋をね改造しようと思ってまして、テーブルと椅子を変えたんですよ。でこんな感じ、こんな感じで、テーブルと椅子を買いました。ネットでめちゃくちゃ探して買いましたね。あともう一個おすすめしたいのが、ちょっとこれはハイブランドではないんだけど、じゃーん、こういうジュエリーボックスを買いました。こういう感じでここにね指ピアスを入れようと思って、購入しました。っていうのもなんか私も知らなかったんだけど、こういうねケースに入れておくとダメになっちゃうらしくて、ピアスがすぐにというか傷みやすくなるらしくって、と思って、私むしろこういうケースに入れといた方がいいと思ってたから、湿気が多くなっちゃうから空気に触れさせた方がいいみたいで、こういうのね即買いました。私はねスタッカーズっていうのかな、なんかイギリスかちょっとフランスか忘れちゃったんだけど、ブランドで購入してこんな感じで入れております。これねどんどんこうやって段数も延々とこう増やしていけるんですよ。そう、2段だけど3段でもね買おうかなと思っております。はい、というところで、まあ、今回購入品は以上になります。で最後にお金持ちの人の当たり前のところも話をしようかなと思っているんだけど、さっきね私もお話した通り、本当にハイブランドって今全然物がないんですよ。日本人みんな豊かだなと思うし、私はコロナになってすごく感じるのは、やっぱりなんかその値段だけ勝負の店ってどんどん潰れていって、高ければいいってわけではもちろんないんだけど、高くても価値があるところはお客様も減らなかったんだなっていうのをホテルだったりとかレストラン、あとハイブランドを見ていてすごく感じたんですよね。これだけ物も今少なくなってるんですよ。やっぱり私もすごく思うのが、お金を出して手に入るなんてすっごく安いなって思います。さっきの私のお財布だって、お金出しても欲しくても手に入らないわけですよ。それが物があってお金を出せば手に入るって、本当にこんなに安いというか手に入れることなんてないなと思っているので、やっぱり豊かな人っていうのは迷わないなと思います。金額で迷わない。で、もちろんいらなかったら買
わないんだけど、その買う理由っていうのがお金なら絶対に迷わないです。ここもやっぱり大きな違いで、悩む理由がお金なら買いますし、買う理由がお金なら買わないです。どういうことかっていうと、悩む理由がお金なら買うっていうのは、10万円どうしようで悩むんだったら買うっていうこと。お金が理由で買うっていうのは、セールだからとか何割引きだからとかで買うっていうのですね。なんか貧乏な人ほどこれをするんですよね。安いから買っとこうとか、お得だから買っとこうとか、結局それっていらなくなったりとか損する結果にもなるので、豊かな人っていうのはお金で悩むんだったら買いますし、お金が理由で買おうって思うんだったら買わないです。これはね、ぜひ皆さんにもインストールしてほしいなと思うので、ぜひぜひ真似してみてください。はい、という感じで今回はもうここ私のね、1、2週間ぐらいの購入品と、まあ、豊かな人、お金持ちのマインドについてお話をさせていただきました。またね、買ったらぜひね、ご紹介させていただければと思うので、楽しみにしていてください。それでは今日の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。